NTT インターコミュニケーションセンターは日本電信電話株式会社が設立した美術館、博物館。現在は東日本電信電話株式会社が管理する。メディアアートの展示を中心とした文化施設でメディアアート作品や関連する図書、映像資料を多く所蔵するほか、メディアの発達史を一堂に展示したショーケース、ウェブ上や 機関紙による研究発表も行っている。n t t i c c ントランス NTT によって日本の電話事業100周年を記念し構想され、1989年に情報技術を用いた21世紀型のアートを扱う基本計画が制定された。浅田明、伊藤俊二、彦坂博士をコミッティに迎え、プロジェクトルームを立ち上げ都内のビルを移動しながら、 メディアテクノロジーを使った美術作品、ハイテクノロジーをテーマにした美術作品を集めて展覧会活動を行ってきた。また1992年からは機関紙機関インターコミュニケーションを発行してきた。1997年には東京オペラシティに現在の施設が開館した。当時は常設作品展示室、企画展展示室のほか、シアターや メディアライブラリー、カフェなどが併設されていた。世界のメディアアートの発信拠点の一つと目され、ICCBN ナーレをはじめダムタイプ、荒川周作とマドリン銀図・ギンズ、名和電機、坂本隆一等の展覧会を開催するなど、ユニークな活動を行っている。ありがとうございます。